三沢光春は日本の元プロレスラー。本名、三沢光春。1981年に全日本プロレスにてデビューし、同団体のトップレスラーとして活躍した後、2000年にプロレスリングノアを旗揚げした。全日本プロレス及びプロレスリングノアで代表取締役社長を歴任し、選手兼任の社長として同団体を牽引した。 1962年6月18日、北海道夕張市に生まれる。父親は北海道炭鉱規制に勤務していたが、三沢が生まれて間もなく、夕張炭鉱が閉山同然の状態となったため、一家は埼玉県越谷市へ転居した。そのため、三沢に北海道での記憶は全くないという。三沢の母親は樹という文字が好きだったため、 秀樹と名付けるつもりだったが、父親が勝手に三春で出生届を出してしまったため、三春と名付けられた。三沢は子供の頃から体が大きかったが、当時から運動神経が良く、小学校時代には越谷市が開催した走り幅跳びの大会で優勝したこともある。ただし、三沢曰く幼稚園の頃から家に一人でいることが多かったと言い、近所でやっていた。 少年野球チームに入ろうとしたことがあったものの、仲間と打ち解けることができず、意外に内向的な子供だったんですよと振り返っている。なお、小学生の頃のミサはボクサーになりたいと思っていた。中学校に入学すると、機械体操部に入部。2年生の時、テレビで全日本プロレス中継を見て、見るよりやる方が絶対に面白いと直感したミサワは、プロレスラーを志すようになる。 三沢は中学校を卒業して、すぐにプロレスラーになるつもりだったが、担任の教師と母親に、レスリングの強い高校へ進学して、基礎を学んでからの方が良いと説得され、埼玉県内にレスリング部があるのは埼玉栄高校だけだったため、当時2年連続でインターハイを制していた足利工業、大学附属高等学校に特待生として進学し、同校のレスリング部に入部した。 三沢は高校の3年間を学校の寮で過ごし、ハードな練習に明け暮れる日々を送った。三沢は入学して1ヶ月が経った頃に行われた練習試合で他校の2年生を相手に勝利し、3年時には国体で優勝するなど活躍したが、三沢にとってレスリングはプロレスラーになるための手段に過ぎず、競技自体を好きになることはなかった。なお、三沢は 高校2年時に寮を抜け出して全日本プロレスの事務所を訪れ入門を志願したことがある。この時はジャンボ鶴田に高校を卒業してから来るよう悟され断念している。高校卒業後の1981年3月27日、全日本プロレスに入団。同年8月21日に浦和競馬場正門前駐車場で行われた腰中史郎戦でデビューした。 入門から5ヶ月でのデビューは全日本プロレス史上最速であった。1983年にはルーテイズ敗走脱リーグ戦に出場して決勝に進出し、越中に敗れて優勝はならなかったものの、この試合の特別レフェリーを務めたルーテーズは日本で見た若手選手の試合のベストバウトじゃないかと、この試合を高く評価した。三沢の1年前に入団した。 ターザン後藤によると、三沢は受け身を覚えるのが早く、芝叩く間に自身と同じレベルに達したといい、冬木行動によると三沢は、当時から天才タイプで誰かからあれやってみろと言われたことがすぐにできたといい、頭の中でイメージした動きができる理想的なレスラーだと評している。ジャイアントババは練習において受け身の音を聞いただけで、 三沢が受け身を取ったことが分かったとされている。もともと全日本プロレスでは、ジャイアントババイカ、ジャンボ鶴田、タイガー戸口、天竜源一郎、ロッキー羽田、桜田和夫などの大型レスラーが重視される傾向にあったが、若手レスラーの指導に当たっていた佐藤昭雄の後押しを受けて、頭角を表すようになる。ちなみに、当時の全日本プロレス練習生の月給は5万円で、 あったが、三沢だけは特別に7万円もらっていた。1984年春、三沢は越中と共にメキシコへ遠征に出発した。現地で越中は、侍四郎、三沢は神風三沢のリングネームで試合に出場していたが、数ヶ月が経ったある日、三沢はババから国際電話でコーナーポストに飛び乗れるかと問われ、 飛び乗れると答えたところ、直ちに帰国するよう命じられた。帰国後、ミサーはババに二代目タイガーマスクとなるよう命令を受ける。ミサーは、初代タイガーマスクのファンから二番戦時扱い、されるのではと抵抗を感じたが、すでに二代目タイガーマスクとして、デビュー戦のスケジュールは組まれていた。同年8月26日、田園コロシアムでのラフィエラ戦で二代目タイガーマスクとしてデビュー。 当初はジュニアヘビー級戦線で活躍し、1985年8月31日に小林国明を破って NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座を獲得したが、同年10月にヘビー級に転校。1986年にはアメリカに遠征し、4月19日に NWA のジムクロケットプロモーションズが、 ルイジアナ州ニューオーリンズのスーパードームで開催したタッグチームトーナメントクロケットカップにジャイアントババとタンクを組んで参戦しシード出場した2回戦でジミー・ガービンブラックバートに勝利したものの準々決勝でロニー・ガービンマグナム TA に敗退した4月20日にはミネソタ州ミネアポリスのメトロドームで開催されたアワのレスラーック86に出場 アワ世界ライトヘビー級王者バックズモフから勝利を収めた。1988年1月2日には、甲楽園ホールにいて、カートヘニングが保持していたアワ世界ヘビー級王座に挑戦している。タイガーマスク時代のミサワは、初代タイガーマスクが確立した、華麗な空中技を受け継ぐ必要に迫られた。これでは、ミサワが本来目指すプロレスを全面に出せないことを意味し、 三沢はそのことに苦しんだ。空中技を多用したことで、三沢の膝には負担がかかり、左膝前十字靭体断裂を引き起こし、負傷箇所の手術を受けるため、1989年3月から1990年1月にかけて長期欠場を余儀なくされた。1990年2月10日、新日本プロレス、東京ドーム大会に参戦して、 天竜玄一郎とタッグを組み、長州力ジョージ・高野組と対戦。同年4月13日には、日米レスリングサミットに出場し、ブレッドハートとシングルマッチで対戦している。全日本プロレス中継の実況アナウンサーだった、倉持・タ夫は、三沢には、アメリカのプロレス界では、マスクマンは負け役で地位が低いという意識があり、取材の際には、 本名で呼びかけないとまともな受け答えをしてもらえなかったと解雇している。倉持はタイガーマスク時代のミサワを激画のヒーローになったのだからもっと激画の世界のように奇想天外な自由奔放な発言をしてメディアを煙に巻くぐらいの話をすればいいのに根が真面目なミサワ青年は最後までマスクマンレスラーになれなかったのだと評している。タイガーマスクとなったミサワは 自己主張を強く行わなかったため、口の重い虎戦士と呼ばれた。なお、全日本では、タイガーマスクは1年に一つ新しい技を開発すると宣伝していたため、ミサーがタイガーマスク時代に開発した技の名前には、タイガースープレックス84といった具合に、開発年がついている。ちなみに、ミサーは2代目タイガーマスクとして活動していた。 最中の1988年5月に結婚したが、その際に記者会見で正体を明かし、その上で二代目タイガーマスクとしての活動は続行させるという覆面レスラーとしては異例の行動に出ている。1990年春、天竜玄一郎が全日本を退団し、SWS へ移籍したことで、複数のプロレスラーが天竜に追随した。この騒動により、 全日本は天竜対鶴田という当時の黄金カードを失うことになり、全日本は存亡の危機にさらされた。騒動の最中の5月14日、マスクマンが上を狙うのは限界があると感じていた三沢は、この日の試合中、パートナーの川田にマスクの紐を解くように指示して、唐突に素顔に戻り、脱いだマスクを客席に向かって投げ入れた。この試合から2日後の16日、三沢は、 リングネームを三沢光春に戻すことを発表し、ポスト天竜に名乗りを上げた。三沢は川田敏明、小橋健太らと共に長世代軍を結成。1990年6月8日に、全日の強さの象徴と見られていた鶴田とのシングルマッチで勝利を収め、1992年8月22日には、スタン・ハンセンを破って三冠ヘビー級王座を獲得するなど、 超世代軍の中心レスラーとして活躍した。超世代軍とジャンボツルダを中心とするツルダ軍との世代構想は全日本プロレスの新たな名物カードとなった。特に超世代軍は高い人気を獲得し、全日本プロレスに大きな収益をもたらした。長みなもとの遥かは、超世代軍の人気は初代タイガーマスクをしのぐほどであったと述べている。三沢は、この時期にエルボーや フェイスロックといった必殺技を習得した。1992年7月、ジャンボ・鶴田が内臓疾患で長期休養を余儀なくされたことによって、長世代軍と鶴田軍の構想は終わり、同時に、三沢は実質的なエースとなった。長世代軍の活動は1993年に、川田が離脱したことで区切りを迎え、それ以降は、小橋、川田、 タウ明アキラと共にプロレス四天皇の一人として、全日本プロレスの中心を担った。三沢は1992年8月から1999年10月に、かけて3冠統一ヘビー級王座を5度獲得、21度防衛。1994年3月5日には全日本の象徴的存在であったジャイアントババから、タックマッチでフォール勝ちし、名実ともに、 同団体を代表するレスラーとなった。朝鮮大軍が結成された当時、馬場は狂気攻撃、流血、リングアウト、反則、ギブアップによる決着のない試合よりも3カウントホールによってのみ決着するプロレスを理想とするようになり、三沢たち朝鮮大軍のレスラーは馬場の理想を具現化すべく大技をカウント2.9で返し続ける激しい試合を行うようになった。 プロレス四天皇の時代になると、三沢徹は、次第に考案者である馬場の想像すら凌駕する、激しい試合を繰り広げるようになった。馬場は三沢が川田と対戦した1993年7月29日の三冠戦について、三沢と川田の勝因なんて、テレビ解説者として恥ずかしいが、高度な展開すぎて、俺には分からないよと放送席でコメントし、同じく、 川田と対戦した1997年6月6日の三冠戦は、馬場があまりにもすごいと涙したほど激しい試合として知られている。三沢自身はその中でも小橋との戦いを極限の力を見せることができる戦いとして認識しており、両者の試合の激しさは三沢自身が死の恐怖を感じることがあったほどであった。このような大技を連発するプロレスは、 王道プロレス、四天王プロレスと呼ばれた。レフェリーとして、三沢の試合を裁いた和田恭平によると、試合中の三沢はどんなに攻撃を受けても音を上げず、大丈夫かと問いかけると、大丈夫と答えて試合を続ける、意思表示をしたという。全日本プロレスでは、ジャイアントババの妻である、ババ原氏が会社の運営について大きな発言権を有し、 試合会場での実務や対戦カードにまで口出しする状況が続いていた。中田流によると、1996年に、三沢は、元もに反発を覚えるレスラーや社員を代表する形で、元ご本人に、周囲の人間の声に耳を傾けた方が良いという内容の忠告をしたことがあったという。これがきっかけで、三沢は、元語と対立するようになり、 1998年には、ババに対して所属レスラーを代表して、原子さんには現場を指示添てもらえないでしょうかと、自家判するなど、対立を深めていった。1999年に、ババが死去すると、マッチメイクなど現場における権限を譲り受けていた。三沢は、レスラーの指示を受けて、後継の社長に就任した。ただし、ババの死後約3ヶ月間もの間紛糾した末の、 人事であった。三沢は就任時にいいものは取り入れて今までとは違う新しい風を吹き入れてやっていきたいと抱負を語ったものの株式は三沢ではなく馬場原子が保有しており何をするにも自分に断りを入れるよう要,要求する元後の前に思うように会社を運営することができなかった。三沢は1998年に当時 秋山糸氏と組んでいたタッグを解体して、前座での出場が多かった小川義成とタッグを結成し、さらに三沢がマッチメイクの権限を所有するようになってからは、中堅にうずもれていた大森高尾が主張をはじめ、フリーとして全日本に参戦していた高山義弘とのタッグを結成して、アジアタッグ王座を獲得、さらに四天皇の戦いに秋山糸氏が絡むようになり、 こうした全日本の変化をマスコミは、三沢革命と称した。しかし、和田恭平によると元語は三沢が決めた、マッチメイクに対して、必ず反対意見を出し、また中田竜によると、三沢には、馬場の運営方針を100%受け継ぐことが要求され、新たな試みを行うことは、一切禁じられた。三沢は、会社の経費削減についても考えなければならず、 巡業の際の移動手段や宿泊先なども変更を検討していたが、元後はこのようなことに関しても、馬場全日本の伝統を崩す行為と捉えていたことで、三沢は会社の収支を考えなければならない一方で、馬場全日本の伝統とも向かい合わなければならない板挟みとなっていた。三沢は、ノア旗揚げ後に自伝、船出において、こうした環境が、俺のやろうとすることが、 尊敬する馬場さんが作り上げたプロレスを汚すと言われ、さらに全日本らしくないと非難されるなら、俺の方から身を引くと全日本対談を決意する原因になったと供述している。さらに三沢は、経営に関する不透明な部分を目にするうちに、全日本に対する不信感が募ってプロレスそのものに愛想がつきかねない心境になり、そうなる前に対談した方がいいと思うようになったとも、述べている。 2000年5月28日、臨時取締役会において、三沢は社長を解任された。6月に入って、東京スポーツが三沢社長解任と報道し、同月13日に三沢は定例役員会において、取締役退任を申し出、これをもって三沢は全日本を退団することになった。三沢はすでに退団後に新団体を設立する構想を抱いており、 16日に行われた記者会見において改めて全日本対談を発表すると自身を含めて会見に同席したレスラー24人で新団体を設立することを宣言した。三沢の当初の構想は居酒屋を経営しながら5人の新人を育成し3試合ほどの小さな工業を催すというものであったが三沢以外に国にいた取締役のうち5人が三沢に 追随して退任するなど社内から、三沢の行動に同調する者が続出、全日本を退団して、新団体に参加するレスラーは練習生を含め26人に、上った。一方、全日本への残留を表明した選手は、川田俊明、淵正信の2人に、当時留学生扱いだった、マウナケア・モスマンを含めた3人だけだった。予想より、 多くの選手が新団体への参加を表明したため、三沢は資金繰りに苦しみ、自身の保険を解約し、さらに自宅を担保に金を借り入れて、選手たちの給料に充てた。その後、18日に催された、ジャンボ、鶴田メモリアル喧嘩式において、鶴田夫人の靖子は、今回の件について、主人が生きていたら、三沢くんの行動を支持していたと思います。でも、 三沢くんに全日本の名前を潰す権利はないとコメントした。7月4日、新団体の名称はプロレスリングノアに決まったことが発表され、三沢は記者会見において自身が目指す理想のプロレスについて抽象的ですが、選手とファンがどっちも楽しめるプロレスを目指していきたいと思いますと語った。八月五日にリファ有明で肌揚げ戦が行われ、 当日のチケットはわずか20分で完売し、前日夜の時点で当日券を求める100人以上のファンが列をなし、全売券も完売した。当日は、ミサワの指示で急遽会場外の駐車場に大型ビジョンを設置し、チケットが手に入らなかったファンのために無料で視聴できるサービスを展開した。ディファ有明は、ミサワと行動を共にした。 中田竜と関係の深い施設で、ノアの事務所と道場もここに置かれた。なお、三沢には全日本対談後に、工業主が主催する売り工業に出場する契約があったため、その工業主への配慮から7月に全日本の大会に4日間出場している。全日本所属選手として、最後の試合となったのは20日の博多スターレーンでの試合となったが、13日に、 愛媛国際貿易センターで行われた試合では観客から裏切り者と罵声を浴びせられた。これに対し三沢は俺の人生をその人が保証してくれるのかと怒りをあらわにした。2009年5月6日日本武道館にて第2回グローバルタックリーグ戦のタックパートナーである塩崎剛と握手を交わす三沢光春。中田竜曰く。 ノア旗揚げ後のミサワの体調は常に悪く、思うように練習ができない日々が続いた。しかし、ミサワはノア旗揚げ以降一度も試合を欠場せず、GHC ヘビー級王座を3度、また小川義成とのコンビで、GHC タック王座を2度獲得。2007年には、GHC ヘビー級王者として、防衛を続け、それまで、縁のなかったプロレス対象 MVP に、 当時史上最年長で選出された。また2009年5月6日には、塩崎剛とのコンビで、第2回、グローバルタックリーグ戦の優勝を果たした。三沢は激しい試合の対象で視神経や脳神経に、ダメージが及び、全日本時代から思った通りに、言葉が出ない、日中でも立ちくらみがするといった症状に悩まされて、 いたが、晩年は頸椎に骨極と呼ばれる棘上の軟骨が増殖して、下を向くことも後ろを振り向くことも困難になり、右目に原因不明の視力障害が起こるなど、体力面の不安が深刻化した。頸部は歯を磨く、ガウンの襟の部分が当たる、寝返りを打つだけで痛みが走る状態にあり、さらに肩、腰、膝にも慢性的な痛みを抱えていた。近しかし周囲には、 やめたい、引退したいと口にすることが多くなっていた。しかし、生前の三沢と親交があった、徳光正幸によると、一度自ら休養することを、進言したことがあったが、それに対して、三沢から次のように反論されたという。お前は、東京の会場で見ているからわからないと思うけど、地方に行くと、タイガーマスクだった三沢、朝世大軍で鶴田と戦っていた、三沢、 つまりテレビのプロレス中継が充実していた頃のミサは、ミツハルを見に来てくれるお客さんがいるんだよ。そういう人たちが、一年に一回しか地元に来ない、プロレスの興行を見に来て、俺が出てなかったらどう思うここまで言えばわかるよな。社長であり、選手であるってことは、自分を商品として客観視しないといけないんだよ。特密2010、203ページ。 2009年6月9日、東京スポーツの取材に応じた三沢は、もうやめたいね。体がしんどい。いつまでやらなきゃならないのかなって気持ちも出てきた。と打ち明けている。それから4日後の6月13日、三沢は広島県立総合体育館グリーンアリーナで行われた GHC タッグ選手権試合に挑戦者として出場。試合中、 斎藤の急角度バックドロップを受けた後、意識不明、心肺停止状態に陥った。リング上で救急蘇生措置が施された後、救急車で広島大学病院に搬送されたが、午後10時10分に死亡が確認された。46歳没。三沢が意識を失う前に、レフェリーの西長修一が、動けるかと問いかけた際に、ダメだ。 動きねえと応じたのが最後の言葉となった。6月14日、広島県警察広島中央警察署は、三沢の遺体を検視した結果、死因をバックドロップによって頭部を強打したことによる経済離断であると発表した。週刊音具元編集長の長野啓子や日本の複数のプロレス団体でリングドクターを務める林忠元は、 三沢が受けたバックドロップ自体は危険なものではなく受け身も取れており、三沢の死は事故であったという見解を示している。一方で、プロレス関係者やファンの中には、三沢の死は過激な試合を繰り返したことで蓄積したダメージによって引き起こされたものであり、頭から落とす四天王プロレスの帰着点であると捉える者も,もいた。前田明は不運な事故ではないと明言し、 三沢が落ちた瞬間に全身がバッと青ざめたという証言を伝えている。ザグレート歌舞伎は首がいったくらいで即死はないと思うんですよとし、斎藤に体を持ち上げられた瞬間に心筋梗塞が来たのではないかと推測している。蝶野正宏は当時の三沢の体調面だけでなく、橋本選手のように経営者としての振動が大きかったのではないかと思ったといい、加えて 試合と治療に追われて体を休めることができなかったことで過労死のような形に近かったと受け取っていると述べている。6月19日に東京中野区の宝泉寺にて密葬が行われ200人が参列した。法名はジハレイン誘導日光。遺影にはリングの上の栄光の瞬間や社長としてのスーツ姿ではなく2000年に一度だけ参戦した。 耐久レースにおいて、レーシングスーツを着て笑っている写真が、家族の意向で選出となった。日韓スポーツは、トップレスラーとして、プロレス団体社長として、家族として責任を背負い続けてきたので、最後くらいは解放させてあげたいという家族の配慮があったと報道した。七月四日、リハ有明にて、喧嘩式、三沢光春お別れ会でパーチャーが開催され、会場には、 プロレス関係者や徹夜組のファンなどを含めて約2万6千人が参列した。会場に詰めかけたファンが作った列は、最寄りの有明テニスの森駅から始まり、市場前駅を通過し、次の新豊洲駅のさらにその先まで3キロメートルもの列をなした。かつて全日本プロレスのファンであったルポライターの泉、直樹はこの現象について以下のように述べている。 そこまで多くのファンが集まったことに私は驚いた。そのうちの何割かは私と同じようにすでにプロレスから遠ざかっているはずだ。そうでなければ2万5千人ものファンが会場に駆けつけるはずもない。だが、あの当時の会場の熱狂的な雰囲気を覚えているものからすれば、これだけの人数が三沢との別れを惜しむのも当然という思いもあった。 プロレスから離れた元ファンが退去して駆けつけたのは、プロレスから離れたものとして、自分が見放したから、今回のような事故が起こったという罪の意識があったのかもしれない。その感情は、もちろん、私自身の中にもあった。泉2010、23ページ。三沢の公認の社長には、田上明が就任し、2009年秋には、三沢光春追悼工業として、 グレート・ボヤージュ・レイキュイン・東京が9月27日に、グレート・ボヤージュ・レイキュイン・大阪が10月3日に行われた。三沢の死の翌日には、大阪プロレスでもレフェリーのテッド・田辺が、試合終了直後に、急性心筋梗塞を発症し、翌日死亡している。プロレス界で立て続けに発生した2件の問題を受け、6月18日に行われた自民党文部科学部会。 文教制度調査会の合同会議において、再発防止策や、選手の健康管理について、意見交換が行われ、プロレス関係者からのは、中田龍取締役、新日本、菅林直樹社長、全日本、武藤刑事社長が、自民党からは、同部会長の衆議院議員、長谷博氏が出席した。中田は、会議終了後、レフェリーや対戦相手は、戦いながら、 相手の状況を観察してもらう技術を身につけてほしいと再発防止を強調した。三沢は受け身の天才と評される。三沢自身、相手の得意技をわざと受けて身体的な強さをアピールすることがプロレスの最高の技術であり、それは受け身への格好たる自信があるからこそ体現できることだと述べている。三沢は相手の得意技をあえて受けて相手の特徴、 長所を十分に引き出し、その上で勝利を目指すことが、他の格闘技にはないプロレスの特徴であるとしている。一方で、三沢は、三沢2004において、受け身を取りきれない技が多くなっているとも述べている。受け身の取りにくい技として、フルネルソンスープレックス、ハーフネルソンスープレックス、タイガースープレックス、バーニングハンマー、エクスプロイダーなどを挙げている。三沢は、 近年のプロレスについて、一試合のうちに脳天から落とされる類の大技を何度も受け、それが毎日のように続くことからダメージがどんどん蓄積されると述べ、自身の首にもダメージが蓄積していることを認めていた。上述のように天才と称されるほど受け身において高い評価を得ていたミサーがリング下によって死去したことは世間に大きな衝撃を与えるものであった。 受け身の考折は、投げられた際に、どのようにマットに着地するかを見ればわかるとしている。受け身の下手なレスラーは、腰からマットに落ち、ついで後頭部を打ちつける。そのため、マットにぶつかる音が2回聞こえる。受け身を取りきれない投げ技に対しては、投げられる瞬間に自ら飛んで衝撃を和らげることが、ダメージを和らげるコツとしている。三沢曰く、 オーバーアクション気味に技を受けるレスラーは、受け身が上手い。自ら飛ぶという方法は、投げ技だけでなく、ドロップキックや、ラディアットなどの打撃にも有効としている。淵正信は、三沢の受け身の優れた点は、通常レスラーは、背中で取るのに対し、首筋の下で取る点にあると評している。秋山一志は、三沢の受け身は、どの点が上手いかという問いに、 例えば頭から落とされた時は手からつくんです。かばい手でダメージを逃していましたと答えているが手だけでは限界がありますから首や肩も使わなければならない。それが原因で三沢さんも首と肩を悪くしていきましたと述べている。レスラーに求められる資質として前述したように相手の得意技をあえて受けて相手の特徴、長所を十分に引き出し その上で勝利を目指すための心身の強さを上げている。また、自分の体型に惚れ込むナルシスト的な要素があった方がトレーニングに打ち込みやすいと述べている。一流のプロレスラーは、自然と滲み出てくる個性の現れがそのまま、パフォーマンスになることが多いと考え、マイクパフォーマンスをしたり無理に怖い表情を作るといった意図的なパフォーマンスを好まなかった。三沢が初めてリング上で、 自らマイクを握ったのは、1995年10月に、小橋と対戦した後のことである。ただし、三沢は、タイガーマスク時代に一度だけ試合後のリングへ、乱入したことがあり、それは1988年に行われた、猛虎七番勝負の最終戦、ジャンボ鶴田戦を4日前に控えた秋田大会で、ジェリー・オーツを相手に勝利を収めた鶴田に攻撃を、加えるというものだった。 徳光正幸によると、三沢は、試合中に倒れた相手を引き起こす際、髪の毛を掴んで行おうとすることを、下品だと嫌っていたという。三沢は、自身の技について、ヘビー転向後は、自分よりも体が大きく体重の重い相手と戦う、ことが多くなったため、力ではなく技の切れ、落とす角度を重視するようになったと述べている。他のレスラーが使用する、 技のうち印象に残るものとしては、ジャンボツルダのバックドロップ、スタンハンセン、小橋健太のラリアットを挙げている。三沢は、やっている方が楽しくないといけないという考えから、従来プロレス界にあった、若手は派手な技を使ってはいけないという暗黙の、ルールを廃し、若手であっても大技を使い、先輩レスラーの持ち技を使うことも許した。 三沢自身も小川義成にタイガードライバーを使うことを許可し、技の繰り出し方がうまいと評価している。緑は三沢を象徴する色として知られる。三沢はタイガーマスクから素顔に戻った後、緑のロングタイツを着用した。これは三沢が好きだった、正当派外国人レスラーのホーストホフマンに習ったと言われることが多いが、佐々木健これによると、実際には、 知人の助言がきっかけで着用するようになった。緑のロングタイツが定着する前に数回ではあるが、赤や青のロングタイツを着用したこともある。2000年にプロレスリングノアを設立すると、他の団体にはない色という理由から、緑色のマットを使用した。ミサは本当によく頑張っていますよ。ミサーは性格的にもものすごいものを持っています。絶対に、不平不満は言わないし、 何回も怪我を克服して伸びてきたのは、精神力の強さですよ。ジャイアントババ全日本での若手時代には、ジャンボ鶴田の付き人を務めたが、鶴田は干渉をあまりしない性格で、その影響から三沢自身も付き人に対し雑用を多く言いつけたり小言を言うことがなかった。徳光によると、これは三沢自身が新人時代に先輩から理不尽な仕打ちを受けた経験から、 自分は下の人間に同じようなことは絶対にしないと心に誓ったのだという。冬木行動は三沢の人間的な魅力について何をするってわけでもないんだけど、女の方から寄ってくるんだよね。あれは持って生まれた人間の器だと思うよ。若い頃から大将の器を持っていたと思うと評する一方で、おとなしい温厚な男に見えるし、実際もそうなんだけど、 いざとなったらすごいよ。ある一戦を越えたら、三沢は体を張るし、いつでも体を張れるレスラーだよとも述べている。冬木はそうした三沢の人柄を表す逸話として、若手時代に地方の会場でヤクザと揉め事になったことを明かしている。冬木によると、ヤクザは完全に頭に血が昇っている状態で、三沢に対して、てめえ殺すぞ、と言ってきたのに対し、 三沢はそれに動じることなく、殺せるもんなら殺してみろ。と言い返したといい、冬木は相手に対して謝ることと三沢に対して、もうやめろよと言ってなだめることの両方で大変だったと言うが、三沢は、いや別に殺すなら殺せばいいんだよと言って一切、引かなかったという。この出来事から、冬木は、こいつとは、絶対に喧嘩しちゃダメだってのがわかるんだよ。三沢は、 本当の喧嘩になったら、最後の最後、息の根が止まるまでやる根性があるってわかるから、むやみやたらに凄んでる奴よりも、本当は、三沢みたいな男の方が怖いんだよと述べている。三沢はしばしば男気があると評される。そのような性格を物語る逸話として、冬木行動の引退興業が挙げられる。若手時代、三沢は、冬木と仲が良かった。1990年に、 冬木が SWS へ移籍したことで両者の交流は途絶えたが、三沢の全日本プロレス対談、ノアハタ上げをきっかけに、再び接点が生まれ、2002年4月7日にシングルマッチで対戦した。翌8日、冬木は医師から大腸がんであると宣告され、18日に手術を行い、プロレスラーを引退することを決意した。 当初、冬木は9日の冬木軍工業での試合を引退試合にするつもりで、試合後記者会見を行ったが、この事実を知った三沢は、急遽6日後のディファーリアケを抑えて、ノアの主催で引退工業を行い、5月5日に予定されていた、新団体、ウーの旗揚げ工業にも協力。同大会のチケットはすべて当日券で発売されたものの、当日は、 ゼロワンの所属選手や大似た厚紙が参戦したこともあって、超満員の観客を動員する大成功を収め、三沢はその収益のすべてを冬木に送った。徳光正幸によると、冬木は、俺の人生で三沢光春に出会えたことが最高の出来事だったと語ったという。新日本プロレース初参戦となった2002年5月2日の東京ドーム大会、対、 長野正宏戦が実現するまでの経緯についても、長野が2019年に小橋健太との対談で明かしている。2002年2月、新日本の札幌大会において、長野はアントニオ猪木から突如、現場監督に指名された。当時の新日本は、武藤刑事が中枢社員らを引き連れて全日本へ移籍した直後で、経営面で危機的状況に陥り、三月になっても当日の、 対戦カードは決まらずチケット販売も行われていなかったため当日試合を中止する可能性もあった。その中で長野は三沢に対して急な話で本当に申し訳ないけどうちのドームで自分と一気打ちをやってほしいと電話を入れた。この時点で新日本は一週間のうちに三沢から電話がなかったら当日の大会を中止する意見で一致していたが電話から30分後に 三沢は、いいよ、やるよ、と長野に、折り返しの電話を入れ、出場を快諾した。蝶野は、当時を振り返り、あんな短時間だから、多分周りには聞かず、社長の一存で決断してくれたんだと思う。本来のノアにとって新日本は、競合団体なんだけど、プロレス界全体のことを考えて、決断してくれたんだと思うと述べ、小橋は、三沢さんはちゃんと筋を通す人だから、 その30分の間に日本テレビに話したかもしれないです。でも、蝶野さんを待たせちゃいけないっていう男気もあって、すぐ動いたんでしょうねと述べている。この件で、蝶野は業界全体を考えた、マッチメイクを返さなきゃいけないと思うようになったといい、翌2003年5月の新日本、東京ドーム大会では、当時の GHC ヘビー級王者であった小橋に、 自身との選手権試合を行うオファーをし、これを実現させている。中田竜は、三沢を損得感情で動かない人間と評している。ノアの経営者として、三沢は、休養中の給料保証、年間の最低保証を定め、所属レスラーを金銭面でバックアップすることに留意した。全日本プロレスの社長時代には、会社の財政状態が厳しいにもかかわらず、 所属レスラーがかける保険の保険料を全額負担する決断を下している。没50年を前に、三沢の最後の試合でバックドロップをかけた斉藤明都氏が LINE ニュースの取材に応じ、三沢が事故の2年前に、もしも俺がリングの上で死ぬことがあったら、その時の相手に伝えてほしいと親しい友人に託した手紙を受け取っていたことを明かした。重に寄せを忘れてしまって、 すまん。きっとお前は、俺のことを信頼して、全力で技をかけてくれたのだと思う。それに俺は、答えることができなかった。信頼を裏切る形になった。本当に申し訳ない。それでも、お前にはプロレスを続けてほしい。辛いかもしれないが、絶対に続けてほしいと、対戦相手が自らを責めることを予見した内容で、自殺も考えた斎藤は10年経った今もその手紙を、 巡業用のバッグの中にいつも入れているという。あまり人に見せたことはないものではあったが、節目での公開であった。覆面をつけ視野が狭い状況で試合を続けた。影響からロープに振られると舌を向いて走る癖があった。三沢には額の汗を指を使って拭う癖があった。この動きは汗ワイパーと呼ばれ、モノマネ芸人のイジリーをかだが、三沢のモノマネとして取り入れている。 三沢によると、父親は、主乱で、家庭内暴力がひどく、母親を包丁で刺したこともあった。母親は、暴れる夫から子供たちを守るために2歳年上の、兄と三春を連れて、近所の公園に避難し、いつでも逃げられるように靴や毛布をすぐに持ち出せる、準備をしていた。父は、兄のことは可愛がり、決して自分に懐こうとしない次男の三春のことは、疎んじていた。 幼少期の三沢はいつも早く大きくなって親父をぶん殴ってやろうと考えていたと言いい自身が酒を飲むようになってからは父親のような酔い方はしたくないと思うようになった三沢は家族4人が揃って飯を食ったという風景がないと言いい父親に対してはよくうちに来るやつ酔っ払ってうちに来るやつという印象しかないという三沢が小学校1年の時に 両親は離婚し、父親とは恩心不通になった。高校時代の同期の渡辺祐一によると、一年生時の練習終わりに、道場の外にあるトレーニング室で、三沢が涙を流していたことがあり、心配した渡辺が声をかけると、三沢は、いや、母ちゃんのことを思い出しちゃってさと言ったという。プロレスリングの輪を旗上げした時期に父親に対して、今更、 俺たち家族の前に顔を表すのだけはやめてくれと心情をとろしていた。徳光正幸によると三沢はヒーローものが好きで三沢の部屋はヒーローもののグッズで溢れていたという。葬儀の際には三沢が好きだったヒーローものの曲が多くかかった。カラオケに行った際もヒーローものの曲やアニメソングを好んで歌い、丸富士聖堂によると18番はウルトラマンレオと 心臓人間キャシャーンだったという。漫画も好きで、少年誌から青年誌まで、ほとんどすべてを自分で買っていたという。イラストを描くのも得意で、中学時代に人気だった漫画、タイガーマスクを描くのも上手だった。プロレスを描いた漫画の中では、1.2の三四郎について、プロレスの練習風景を、ここまでリアルに描いた作品は他にないねと高く評価していたという。 学園もののテレビドラマが好きで特に、スクールウォーズ、3年 B 組、金八先生、GTO、極戦が好きだった。2008年にテレビドラマ、2009年に映画が公開された、ルーキーズに関しては、塩崎強しに進めるほど熱中していた。またのあの巡業バスにはモニターが備え付けられていたため、移動中はこれで映画を見ることが多く、特にジャッキー・チェーンや、 トム・ハンクス主演の映画を好んだ。動物好きで、猫、犬、鳥、カメ、ウサギなどを飼っていた。スキューバダイビングを好み、年に一度は必ずハイに行って、ダイビングを行っていた。1999年、交友関係があった一世風靡セピアの竹野勲の結婚披露宴に、天竜玄一郎や全日本所属レスラーらと出席した際。 三沢が下品な内容の祝辞を延々と述べたり、竹野の女性変歴を暴露した天竜が竹野の父親の頭を振り回すなどしたことに激怒した柳葉敏郎と睨み合いとなったということが伝えられている。天竜と柳葉をなだめていたという相川章は伝えられている内容を大筋認めているものの、披露宴に同席した目撃者の女性によると、 伝えられている内容と事実が違うと明かしている。その女性曰く、実際は酔っ払った柳葉と相川が、一方的に暴れ出し、相川が、俺が、タイガーマスクになる予定だったんだと言って、近くにいた、当時の若手レスラーに凄み、柳葉は、酩酊状態でグラスを床に落としながら、プロレスなんて、強くない。俺がみんなぶっ飛ばしてやると叫んで一方的に、 突っかかっていこうとしていたところを天竜がなだめていたと言い,い、また三沢が下ネタを言っていた時には揉め事にはなっていなかったと述べている。徳光正幸によるとこの後二次会が予定されていたが、三沢は酔いつぶれてしまったため参加しなかったが、三沢が酔いつぶれて飲み会をキャンセルしたのはこの時のみだけだったという。ノアの工業で募金活動を行うなど、 日本移植支援協会の活動を10年近くにわたり支援していた。三沢が臓器移植に大きな関心を持つようになったのは、ジャンボ鶴田が肝臓移植手術中に死去したことがきっかけであった。三沢の死の直後の2009年6月18日、衆議院において臓器移植法の改正案が可決されたが、この日は三沢自身の47歳の誕生日でもあった。 この記事は以下のカテゴリでも参照できます。三沢光春に関するカテゴリ、ありがとうございます。